てめえだけだ。どうした？来ねえんなら俺様の方から行くぜ。任務開始。おりゃ、てか、バカか。順調だ。最後まで気を抜かねえようにしねえと。案の定頭に血が昇ってやがる。あの場所に誘導すれば今のうちだな。おいおい、ちょろちょろ逃げ回ってんじゃねえよ。分かってんだぜ、てめえが何たくらんでるかよ。どうせ仲間が来るまでの時間稼ぎなんだろうが。さてな。バラバラにしてやろうか。てめえの逆。ほら、ほら、手が。はしゃぎすぎだってんだよ、てめえは。聞かねえな、ほら、こっちもよ。はあ、だろうな。バラバラにしてやろうか。儀式だ、儀式だ。ほら、そのガキャ。これでどうだ。手縫いの術。この葉ってのは甘い連中ばっかだぜ。これでどうだ。手縫いの術。はしゃぎすぎだってんだよ、てめえは。これでどうだ。影縫いの術。この葉ってな、甘い連中ばっかだぜ。これでどうだ。影縫いの術。儀式だ、儀式だ。これでどうだ。いい逃げっぷりだな。よ。てめえはここでしょ。てめえはたっぷり見たぶってから逃げにしてやるぜ。聞かねえな。こらこっちもよ。はあ、だろうな。ほら、俺様に手やっとは言えよ。ザコはこういうのは発生源を崩さないセオリー。影縫いの術。儀式だ。これでどうだ。影縫いの術。バラバラにしてやろうだ。儀式だ、儀式だ。お前
そろそろチャクラも限界なんじゃないの？おい、ほら、調子に乗ってんのも今のうちだぜ。ほら、お前の邪神様を信仰していれば救いの手があるか。コノハってのは甘い連中ばっかだぜ。せや、邪神様の逃げはそうでねえとよ。肩を蹴るぜ。死のてめえに叩き込んで失う痛みってやつをな。まずは一つ、次はどこだ。おめえは俺の死を手にかけた。報いは受けてもらうぜ。コノハってのは甘い連中ばっかだぜ。はしゃぎすぎだってんだよ、てめえは。作戦通り、手分けには痛い。てめえも邪神様を信仰していれば救いの手があったかもな。ザルの数が多い。早々に8000円を潰さないとな。これでどうだ。カエルの手すげえな。邪神様の逃げはそうでねえとよ。はしゃぎすぎだってんだよ、てめえは。おめえは俺の死を手にかけた。報いは受けてもらうぜ。こいつ早く始末しねえと。ザコの数が減ってきたな。あと少しだぜ。いい逃げっぷりだな、よ。はしゃぎすぎだってんだよ、てめえは。死のてめえに叩き込んでやる。失う痛みってやつをな。早く始末しねえと。お前は俺の死を手にかけた。報いは受けてもらうぜ。死のてめえに叩き込んでやる。失う痛みってやつをな。すべ、すべ、
調子に乗ってんのも今のうちだぜ。てめえも邪神様を信仰していれば救いの手があったかもな。せや、邪神様の逃げはそうでねえと。これでどうだ。これでどうだ。これでどうだ。金縫いの邪神様。儀式だ。あとはザコどもを倒せば作戦を次に進めるアスマ。結局助太刀はなしか。時間稼ぎは無駄だったな。てめえは見捨てられたんだよ、仲間からな。それとも先にくたばったのかな。人の心配より自分の心配をしたらどうだ。無駄な抵抗はやめろって。邪神様が待ってるんだぞ。じゃあずっと待たせときな。ああ言うじゃねえか、この罰当たりの無神論者が。今から邪神様を信じるなら許してやってもいいんだぞ。誰があんなの信じるかよ。おい、なら黙りやがれ。さて任務達成。